はい、いつも、ご視聴ありがとうございます、黒田正幸です、今日もね、ゴンザレスのリードのソプラノよこちらをね、ご紹介に上がりました。でね、テナーやったでしょ。でアルトもやったでしょ。で今度ソプラノね。で、ソプラノ用のゴンザレス、実は数がめちゃめちゃたくさんあります。いつもねソプラノのリードなんてそんな大して数ないんですが、今回相当数あります。で硬いのもあるけど柔らかいのもあります。でね、今まで柔らかいの欲しいんですって言って、すみません今ちょっと柔らかいのないんですよってよく言ってたんですけど、今はありますよ。でね、試しに自分用のやつをね作ってみました。でね、今から吹いてみたいと思うんですけど、いい、これね、いやもう商売だからいいって言ってんじゃないですよ。本当に本当にいいと思ってる信用して、本当に本当に僕いいと思って話してるから。で今日はこのハーブドソプラノ、持ってきたんですけど、マウスピースをねいくつか、まあ3つぐらいね変えて吹いてみたい。でそしたらまたねちょっと変わってくると思うんですよ。ちょっと待って、これ邪魔だな。コロナ対策でね、透明のフィルムが貼ってあるんです。でね、今から吹くのはこのカーブドソプラノに、柳沢のラバ、まあなるべく普通のやつね、もうほとんど標準に近い、これにゴンザレス、今日はね3半からちょっと手を加えたので 3.25 ぐらい、まあ扱いやすい番号ですよね、この 3.25 で早速吹いてみたいと思います。調子いいですね。ね、まあこの RC ね、レギュラーカットってあって、で物自体はねこういうねバンドレンの青箱みたいにこう削ってなくて、削ってるっていうかその、フレンチカットになってなくてアメリカンカットなんですよ。でまあ大雑把に言えばアメリカンカットはまあジャズ向きって言われますけど、
別に全然大丈夫でね、これもものによって例えば緑ジャバとかね、あとなんだろう、ラボーズとかはね、そう言われるのは仕方がないかなという感じはするんですけど、ゴンザレスはね、あのレギュラーカットに関して言えば全然普通に吹奏楽クラシック使ってもらえると思います。で、現実、お客様、今までのねお客様の中でゴンザレスの RC で吹奏楽やってるんですよ。こういう人ね、いっぱいいます。別に限定しないで先入観なしで、やっていただきたいところですね。でね、今までそのソプランサックスのリードね欲しいっていう人は大体がね、そのトラディショナル欲しいって言うんですよね。で、まあ気持ちは分かるんですけど、まあ市場に、そもそも市場というかその僕のね手の届く範囲に、ない。でね、代わりにおすすめできるものって今ね、赤マーカがね、ちょっといいなと思ってて、あとダニエルズとかね、あと V16 とかで、そういうのがまあまあ代わりにおすすめしてきたんだけど、これからはね、ゴンザレスよ。もうね、ゴンザレス一択。で、もう僕もうゴンザレス屋さんになろうと思って、ヤゴを変えるかどうか悩んでるぐらい、もうゴンザレス一択。本当にね、売りたいものがあるっていうのはね、いいですよ。あ、本当はゴンザレスいいと思うんだけど、手に入らないから今まで売れなかった。今はね、今はね、ものすごいたくさんあるはずなんで、あるはずっていうのもあるんでね、とっても、僕、精神衛生上、いいです。ただ、売れてくれないと困るのでね、頑張って買っていただきたいと思いますけど。で、他のワンスピースも吹いてみましょう。今度ね、セルマーのクラシックメタル。なんかどうかな。品のいい音するんじゃないかななんてことを思うんだけど、まあ、クラシックメタルって言ってもね、クラシック吹かないけどね、吹かないですよ、吹けないけどね、まあちょっと真似事でもしてみようかなと思いますよ。でね、セルマーのクラシックメタルに先ほどのリード同じやつつけました。
というわけでね、クラシックメタルでまあちょっといくつか吹いてみました。あの、品よく吹こうと思えば全然上品に吹けてると思うんだけど、どうですかね。あの、僕以外にその何ていうんですかね、あのクラシック専門にされてる方が吹いたらもっともっと上品にあの吹けると思いますよ。で、もう一個試してみたいなと思って、今度はねちょっと派手なやつ、派手っていうかまあ比較的派手な感じで、まあ最近ちょっと僕はね気に入ってるリバイユ、じゃあこのリバイユのラバでねちょっと吹いてみようと思います。
もうフォルテッシモ、あとまあアルティッシモっていうのかな、あのフラジオね、ムーチャ良好で、まあ、気持ちいい、もうバスーンってなるよね。だから吹き込めばやっぱりね、こういう鳴らし方もできるし、スイートなトーンも出せるし、で、まあ、クラシカルな感じでね、上品にも吹けるしっていうのね、やっぱりこれ弦がいいんだと思いますよ。でね、ね、このもう作ってて思うんだけどね、本当にやっぱもうキメの細やかな、このね、まあ、シルキーなというかもうね、まあなんて言ったらいいかな、絹織物ですかって思っちゃうぐらいこう綺麗なんですよ。惚れ惚れしちゃう。もう作ってて絶対これなるよな、ならないわけないよなと思いながら作ってますね。で、こちらのゴンザレスソプラノ用、今回はねソプラノ用を、ご紹介しておりますが、ソプラノ、アルト、テナー、バリトン、何でもありますでね数も相当ありますんで、ただ柔らかいやつから順番に売れます。なのでね、後々によって柔らかいの欲しい人はね急いでください。硬いのでいい人はねそんなに急がなくてもいい、正直。ただね、まあまあ油断してると本当になくなっちゃうこともあるかと思います。そのくらいの注文をいただいてます。でご注文いただいた方すいません、私が多忙につきまだ全然お届けができておりません。多忙つってもね、いろいろあるんですけど、まあまあいろいろあるんですよ本当に。でいろいろありまして、でなかなかちょっとね作業が、まあ少しずつしか進んでません。でもね、もうそろそろね第一陣が発送できるかなっていうところまで、来ました。なのでね、まあ通常営業の、まあ、このコロナ関係になる前のね、平均的なお届け期間がだいたい4週間ぐらいだったんで、今から今ねこれでねだいたいですよ、だいたいですけどね2週間から3週間ぐらい、多分ね3週間ぐらいでお届けはできるはずです、何もなければ。だからね、最近ちょっと暑すぎて作業の手が進んでないとかいうのもあるんですけど、暑すぎて僕が体力を消耗しきって作れてないっていう現実はあるんですけども、それはちょっと置いといて、そこは頑張りますんでね、熱中症にならないように頑張りますんで、で、作業に関しては消毒めっちゃしてます。で、マスクやってますね。で、そういった感じで、まあ、お客さんのね、その口に入るものだから、気を使ってますね。で、手も洗ってます、お風呂も入ってます、当たり前か、うん、ね、やってますんで安心して注文いただければと思います、ね、で、そうね、まあまあ欲しいなって思った人は Facebook のメッセージでリート欲しいんですけどって言ってお届け先だけください、ね、そしたらもうそれで注文完了です、ね、2、3週間もすればあなたのお手元にこの素敵なリードが届きます、ね、で、まあまあ継続してどうのこうのってそのゴンザレスがね入り続けるかっていうとそれは分からんですよ。それはいつ言ってもあるんですよっていう感じかどうかは正直今は分かりません。もう分からないけども、皆さんの注文がないとそれは続かないんで、それはねいいもんだけど、その注文があってのその継続なので、注文なかったら、あ、じゃあもうゴンザレス売らないしもう入れないでおこうかとね、なっちゃうんで、いいなと思ってる人はねどんどん注文くださいね。リードなんて腐るもんじゃないんで、別に4、50年単位で考えないと腐るとかないんで、
で、めちゃめちゃ古いリードで、例えば保管の悪かったやつとかはね、保管方法の悪いやつとかはそれは早くなくなっちゃう、その傷んじゃうっていうのはありますけど、お手元にストックとして置いといてもらっても全然いいと思いますよ、ね、で今のところはね、ふんだんに物がありますので、この機会にぜひ注文をしていただきたいと思っております。というわけで今日はこのゴンザレス RC ソプラノ用を、宣伝させていただきました、ね。お盆のこの、暇の中、暇かどうかは人によるんですけど、少なくとも僕は暇です。今からまた練習します。なので、この間にですね、ぜひ注文をいただきたいと切に願っております。それでは、今夜のね、動画も楽しみにお待ちください。今夜は確かね、第5バイオンの動画出しますよ。今日の夜、8月15日の夜19時公開、いよいよ来ました第5バイオンということでね、そちらの方の動画も、心待ちに、していただけると大変嬉しゅうございます。それではチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、ご視聴いただきありがとうございました。